首里城、首里城、首里城、水ぐスくは、沖縄県那覇市首里金城町にあり、かつて海外貿易の拠点であった、那覇港を見下ろす、丘陵地にあったぐスく、五条の城市である。現在は、国営沖縄記念公園の首里城地区、通称、首里城公園として、都市公園となっており、一般財団法人沖縄中島財団が管理を行っている。 琉球王朝の王城で沖縄県内最大規模の城であった。戦前は聖殿などが旧国宝に指定されていたが、1945年、昭和20年の沖縄戦と戦後の琉球大学、建設により完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている。1980年代前半の琉球大学の西原町への移転に伴い、 本格的な復元は1980年代末から行われ、1992年、平成4年に、静電などが、旧来の遺構を埋め戻す形で復元された。1993年、平成5年に放送された、NHK 大河ドラマ、琉球の風の舞台になった。1999年、平成11年には、都市景観百選を受賞。その後年、 平成12年12月、琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産に登録されたが、登録は首里城跡であり、復元された建物や城壁は世界遺産ではない。周辺には同じく世界遺産に登録された玉陵、縁比やブオンタケ石門のほか、第二直しの菩提寺である遠閣寺跡、国学講師廟跡、船遊びの行われた池である。 竜丹、ベザイ天堂、ベザイ天堂、天女教などの文化財がある。首里城の創建年代は明らかではない。直し歴代巨城の正殿は、かつて百裏添いとされ、継承で、お百裏添いと称された。近年の発掘調査から、最古の遺構は十四世紀末のものと推定され、宮山時代には、中山の城として用いられていたことが確認されている。おそらく、 13世紀末から14世紀の薄く、造営期に他の沖縄の多くの城同様に成立したものと考えられる。小橋が三山を統一し、琉球王朝を建てると、首里城を王家の巨城として用いるようになった。同時に首里は、主婦として栄え、第二直しにおいても変えられることはなく、史書に記録されている限りでも、首里城は数度にわたり消失している。 消失するたびに再建されてきたが、毎回木材の調達が問題となり、薩摩藩からの木材提供で再建を行ったり、将来の木材需要を見して、本島北部での植林事業を行ったりしている。一度目の消失は1453年、京都区2年に第一直しの昭金福王の死去後に、発生した、大い争い、心ろ、布里の乱であり、木内は、 完全に破壊された。一度目に再建された城の外観と構造については、理帳実録に記述が見られ、1456年2月の目撃記録として、首里城は外城、中城、内城の3地区に分かれ、外城には倉庫や馬や、中城には204人の警備兵、内城には2層の屋根を持つ角があり、内部は3階建てで、3階は宝物を保管し、 中層には王が滞在する場所があり、次女が百余人控え、一階は主職が供される集会所となっていたと記述されている。二度目の消失は1660年、万治三年のことであり、再建十一年の年月を要した。1709年、法永六年には三度目の火災が起き生殿、北殿、名殿などが消失した。この時は財政が逼迫しており、 1712年、聖徳2年に、薩摩藩から2万本近い原木を提供されている。現在見る、首里城の建築は、三度目の火災の後再建された1715年、聖徳5年から1945年、昭和20年までの姿を元にしている。なお、1712年、聖徳2年発行の和漢三歳図へ、寺島良安。 変には、首里城が、琉球国の甲の差し絵、地図の中に描かれている。1879年、明治12年の沖縄県設置に至る琉球、処分以後は、聖殿など、首里城の建物は、政府の所在地としての役割を創出し、日本陸軍の第六師団、熊本の軍営として、その後は、首里区、後の首里市に払い下げられ、 学校などとして利用された。王宮で亡くなった首里城は急速に後輩が進み、老朽化が激しく崩壊寸前の状態になった。すでに門のいくつかは取り壊されており、正殿の取り壊しも検討された。しかし、伊藤中太、鎌倉義太郎ら関係者の奔走により保存が決定された。正殿は、県社沖縄神社の社殿となり源のためともと、 歴代国王が祀られた、源のためともが琉球へ逃れ、その子が初代琉球王春天になったという説がある。聖殿は1925年、大正14年に特別保護建造物の地球国宝に指定された、指定名称は沖縄神社拝殿。昭和初期、1927年、昭和2年から1932年、昭和7年に、 西電の改修工事が行われた。太平洋戦争中の沖縄戦において、日本軍が首里城のもとに地下号を掘り陸軍第32軍総司令部を置いたこともあり、1945年5月25日から3日間に渡り、アメリカ軍艦ミシシッピなどから砲撃を受け、27日に消失したとされる。今も、竜部海家には、 地下号の入り口や断屯などが確認できるさらに、日米両軍の激しい戦闘で、首里城やその城下の街並み、琉球王国の宝物、文書を含む多くの文化財が破壊された。5月27日の日本軍南部撤退の際には、歩行不能の重傷兵約5000名が、首里城の地下陣地で自決した。宝物庫は、奇跡的に戦災を免れたが、 中の財宝はすべて米軍に略奪された。戦後しばらくして一部が返還され、また所在が明らかになり、返還に向け交渉中のものもある。また近年なお家が保有していた琉球王国関連の資材が寄贈され、沖縄県立博物館、美術館などで保管、展示されている。戦後は首里城後に琉球大学が置かれ、多くの遺構が撤去あるいは埋められたが、 首里城の再建は、戦後間もなくから多くの人々の悲願だった。1958年、昭和33年、首里門が再建されたのを皮切りに、遠楽寺門など、周辺の建築から再建が始まる。1972年、昭和47年、日本復帰後に、国の史跡に指定。1972年5月15日指定され。 城の入り口にあたる関解門と周囲の城郭が再建された。九百七十九年、昭和五十四年に琉球大学が首里城跡から移転すると九百八十年代に県及び国による首里城再建計画が策定され、本格的な復元が始まった。九百八十九年、平成元年十一月より、以降の発掘調査や昭和初期の静電回収図面、 写真資料、古老の記憶などをもとに、工芸家や職人を動員した、当時の装飾、建築技術の復元業が行われて、聖伝太の再建が始まった。屋根瓦については色についてさえ記録がなく、当時を知る老人を集めて話を聞いても赤から黒まで意見がバラバラで難航した。すでに、琉球瓦を生産しているのは、奥原生徒ただ一件だけであり、四代目、朱。 奥原隆史天の尽力によって首里城の瓦が復元された。なお、2014年に米国立公文書館から沖縄戦で消失前の首里城のカラー絵が発見されており、それによると屋根瓦は赤色ではないことが判明している。1992年、平成4年11月2日には青電を中心とする建築物群。 そこへ至る門の数々と城郭が再建され、首里城公園が開園した。現在は、首里城を中心とした一帯が、首里城公園として、整備、公開が進められており、正殿の裏側にあたる城郭や建築物群の再建事業も引き続き行われている。2000年、平成12年には、首里城跡、首里城跡として、他のグスクなどと共に、琉球王国のスク及び、 関連遺産群の名称で世界遺産に登録された。2006年、平成18年4月6日、日本百名城、100番に選定された。第一直し、小橋久忠昭子たちから中略から、第二直し、直縁、直千武氏昇進中略直育く招那覇湖を拠点とする海外交易は、 琉球王国の重要な経済的基盤であり、港の付近には次のような防備施設や交易品、保管施設としてのグスクが設けられていた。日本の城とは異なり、首里城は中国の城の影響を大きく受けている。門や各種の建築物は漆で種塗りされており、屋根瓦には、初期は高麗瓦、後に琉球瓦、赤瓦が使われ、各部の装飾には、 国王の象徴である竜が多用された。また、戦乱のない琉球王朝時代に再建されていることもあり、軍事目的よりも政治の中心地としての役割を中心にして設計されている。城郭は他のグスク同様、琉球石灰岩で積み上げられている。首里城は第二直し王朝時代の15世紀後半から16世紀前半にかけて建設された外閣と、 第一直し王朝時代の15世紀前半頃に建設された内閣という二重の城壁に囲まれ、鬼は、ウーナーと呼ばれる広場に面して立つ正殿、北戸の名殿、の、名ン、方神門などの建物は内閣に集中している。内閣には、随泉門、牢国門など9つの門が、外閣には、関海門、休憩門など4つのアーチ門があった。城の正門である、関海門、別名。 名前、五門、右上、または、通用門である、休憩門、別名、誇り五門を経て、外閣内部に入ると、内閣の入り口である、随泉門、別名、氷川五門に至る。随泉門には、竜土井という名の泉があり、竜の頭の形をした、銅製の土井から、水が流れ出している。ここには、中山第一関路の石碑があり、 中国の作法師が18世紀前半から19世紀後半にかけて残した被告、作法7日がある。随戦門を通り、牢国や人形で時間を計測していた牢国門、別名、籠井伊五門を抜けると、司法や自社創業関係の機関が入居していた牢閣、幸福門、別名、超五門に至る。幸福門の内側は、ケ座、洋物座、 家系図や木内の物品を管理する機関や、お庭につながる、方針門、採取空間である、京の内、京の内に囲まれた下のお庭、シチャヌーナーが広がる。ここは、お庭に入る前の控えの場であり、首里城の十あるうの一つ、首里森温竹、スイムユうタキがある。君誇り五門、君誇り宇城とも呼ばれた、方針門をくぐると聖殿などに巡れたお庭が広がる。 正殿の前には、家臣らが越見したり中国からの作法師を迎え入れたりするためのお庭、うなあと呼ばれる広場が設けられている。それを取り囲むように、行政施設である北戸の儀礼などに用いられた名伝、お庭への入り口となり行政施設も入っていた方針門が建てられている。さらに、それを各種の門、城壁が取り囲む形になっている。これらの構造には、 中国の資金城との類似性も指摘されている。ナデンは、薩摩藩の接待のため使われたので、ここのみ、和風の衣装が用いられていた。王の居住する、中心部は、正殿と呼ばれ、別名、東派風、カラファ風と呼ばれた。中には1階と2階の両方に御差ゆか、うさすかという玉座が設けられ、 二階の御祭下の上には、新国皇帝から送られた変額が飾られていた。沖縄戦で全て失われたが、後期帝の送った、中山淀、中山瀬、井戸、陽精帝の送った、シューズ一休日、シューズ一用、建立帝の送った、英祖英、英祖英前の,の,の三つの変額が、本人の筆跡や楽観を再現した上で復元され、飾られている。正殿の一階は、 国王が政務を行う場所で、下こり、下食いと呼ばれており、正殿の2階は王妃や女官らの使用する大熊治む、うふぐいと呼ばれる場所であった。2階の御座床は重要な儀式のために使うものであり、2階、南東隅のおせんみ子茶という部屋は、国王や女官らが祭祀を行う場所であった。名殿の南側には、 王が日常的に執務する建物であった書院及び佐野館、佐スの間がある。書院、鎖の間庭園は琉球のグスク内にある唯一の庭園で、石灰岩の岩盤を生かして祖鉄などを排してり、中国の施設からも名園と評価されていた。遺構の保存状態も良く、2008年8月に復元公開された。2009年7月には書院、鎖の間庭園ともに、 日本国の名称に指定された。聖殿の裏側は、ゴウチハラ、ウーチバルと呼ばれる私的な生活空間にあたり、聖殿広報の後の鬼は、クシヌーナーという広場を中心に、いくつかの建物があった。入り口にあたる宿順門、別名、見物、五門、宇中、御五門が二千十年に、王の住む、二階御殿、二位警部分が二千年に再建されているほか、 大平の寝室があり、国王以外の男性は入れなかった、黄金御殿、久我乳鈴、調理を行う、宿り木蜜、遊園地、温意継承の儀式を行う、よほこり殿、よほこり殿な,など、かつて存在した者の,の復元のための発掘や建設工事が進んでおり、その東王には、国王政御の際に遺体を安置する、寝病殿、未復元を取り囲む石垣とその入り口である。 白銀門が再建されている。首里城の東の門である、継余門、別名、末継御門は1998年に再建された。この門はもともとは高襲来に備えて16世紀半ばに作られたもので、日常生活用品の城内への搬入や、国王制巨人王子がこの門から入りよ誇り殿で、恩意継承を行う儀式のために使われた。 本来の木造建築として復元された建物は、静殿及び諸院、佐野館のみである。静殿は、沖縄本島北部の山から大木を運ぶ、形式などの儀式が行われた後、台湾などからの木材を用いて再建された。他の建物ではコンクリートを用いるなど外観のみの復元といえる。旧来の城壁は一部に残っており、 新しい城壁の建設の際に発掘され利用されたため地表近くに旧来の城壁の姿を見ることができる。これが唯一残ったオリジナルの首里城の遺構である。首里城は政治、軍事の拠点であるとともに琉球有数の聖域でもある。以前は城内には十箇カ所のうたきがあり、また首里城内閣の南側の大きな範囲を、境のうち、 ケオノウチと呼ばれる聖域が占いていた。ケイの内は10カ所のウタキの内の数カ所と、鬱蒼とした大木の森や岩があるだけの場所だったが、この森こそが首里城発祥の地であり、首里城を国家の聖地とさせている重要な場所であった。聞こえの大君をはじめとする仮民所たちがケイの内で祭祀を行っていたが、 その祭祀の内容やはっきりとした系の内内部の様子は未だによくわかっていない。ここで行われた祭祀の研究に基づき公開に向けての整備工事が進められ2003年に公開されている。敷地内の温竹等は単なる遺跡ではなく、現在に至るまで進行の対象であった。琉球大学があった頃には立ち入りが自由であったため、その校内のあちこちの廃所には常に 線香や内壁、神銭が備えられ、主として女性の拝む姿がよく見られたものである。しかし、首理城の復元によって、無断の立ち入りが禁止となってしまった。このため、首理城の建物は復活したが廃所としては破壊された、との声もある。沖縄都市モノレール線、ユイレール、首理駅より、徒歩、約15分、または、路線バス、約3分。 いずれも首里城下の街並みを見ながら、現地に至る。上記のほか、道義保駅も、比較的近隣にあり、徒歩、約十数分で至ることが可能である。最寄りのバス停は、首里城前である。7番、首里城下町、雲寺線、沖縄バス。8番、首里城下町線、沖縄バスが経由している。なお、最寄りバス停ではないが、下記のバス停も、 比較的近隣にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。